ではそろそろ行きましょうかね。ゴッド街、ターゼントの本拠地がある巨大なビル街、そびえ立つ高層ビルと黒服の男たちが侵入者を寄せ付けない恐ろしい場所。いよいよターゼントともね、決戦ですかね。妙だな、周りが静かすぎる。なぜね、こう無事着陸させたんでしょうかね。外を見る限り人影はないようです。てっきり待ち構えてるかと思ったのですが、なぜ彼らはこんなにもやすやすとボストニアス号の着陸を許したのでしょう。まあ、ちょっと簡単すぎますね。あのブロネフのことだ。私たちが来ることは想定していたはず。かといって街の中で待ち伏せされているとも考えづらいですね。そうだな、そんな回りくどい真似をするくらいならボソニアス号を撃ち落とした方が早い。ってことは罠ですか。これは私たちを誘っているんでしょうか。だとしたら見くびられたものだな。奴らが油断しているのならそれを利用させてもらうまでだ。望み通り本拠地に乗り込んでやりましょう。そうですね、向こうが来ないんであればこちらから。これがゴッド街。なんか工場地帯って感じだね。あの FF7 のあの街、ミッドガルみたい。あそこにいるんでしょうか、ブロネフは。神々の壁が最後に指し示した場所、ターゼントの本拠ゴッド街。この街から確かに聖戦石の力を感じます。私たちはこれから敵中に向かおうとしている。何が起こるかわからない。覚悟はいいね。わかっています。そのためにここまで来たのですから。たとえターゼントがやってきたとしても私がみんなを守ります。任せてください。すげえ安心する。頼もしい返事だね。それでは最後のエッグを探しに行こう。そうですね、頼りがいがありますね、レビさん。今なんか銃声聞こえなかった。今のはなんか不穏な音が聞こえてきたんですけど、奥の方から聞こえましたね。何か胸騒ぎがする。行ってみよう。何かここで起きてんのかな。だからこそターゼントはこちらに気づかなかったのかな。しかしなんか随分汚ね場所だな。ゴミが、環境汚染がやばい。ふかふか浮いてるのは一体何でしょうか。魚も生きられないほど水が汚れているようだ。お魚さんかわいそうです。やべえな。ここの空気なんだか汚れてないですか。まあ、ある意味でも現代っぽい感じではありますけど、ま、真っ暗ですね。トンネルの奥の方は全然見えませんよ。視界が悪いですね。トンネルの中の電球を交換すればいいのに。確かに。足元や周りに気をつけて進むことにしよう。何やら不穏な、あ、待って、タッコーさんいるじゃん。タッコーさんといえばね、毎回我々の後に遅れてやってくるでね、定番の人なのにね、我々よりも先に、はあはあ、もっともっと遠くに逃げないと。追われてんのか。いたぞ、やつだ。お前ムスロフォー出身のやつ、逃がすな。早く追え。やつがこの街を脱出する前に何としても取り押さえろ。何やらタッコーさんが追われてるようですね。先生、あれタッコーさんじゃないですか。どうやらそのようだね。ターゼントに追われていたようだ。どうしてここにいるんでしょう。確かアスラント文明について調べてるって言ってましたよね。まあ、ちょい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 ね、タッコーさんには会ってたんですけどね。もしかして彼もターゼントに連れてこられたのだろうか。なるほど、じゃあ早く助けないと。タッコーさんは町の入り口の方へ走っていったようだ。まさかあのタッコーさんがね、こんな場所まで
運ばってくるとは。建物と建物の間に線路を通してしまうとはかなり斬新な設計だな。でもなんか事故とかいっぱい起こりそうなんですけどね。あー、こぼしちゃった。でもコインは手に入った。タッコーさんどこだ。なんだお前ら、用がないなら失せるんだな。あれ、我々誰か知らないんですか。どこに行ったんだあいつめ。見つけたらただじゃおかねえ。僕たちのことなんか目に入らないって感じですね。こちらが一番のね、一番の敵なのに。彼らがタッコーさんを見つける前に私たちが発見できればいいのだが。それだけ重要人物なのか、タッコーさんは。そう、あの男どこに行ったんだ。お前ら丸眼鏡の男を見なかったか。あなたの目の前にアーリアいますけど。知りません。あれ、お前はボスの探していた。おっと、今はそれどころじゃない。あの丸眼鏡めどこへ行きやがった。こいつら無能なんじゃないか。どこだ。あの奥、あれは、あ、いたいたいた。はあはあ、捕まるわけにはく。タッコさん、タッコさんがやられる。あいつらの戦艦先生、タッコさんが中に。苦しそう。怪我をしているようだったね。タージェントに見つかる前に私たちが保護しよう。そんなでも荒っぽい方法を取るんだね、タージェント。まあでもそんなイメージはあるんだけど。あ、ここ前にも来たね。暗くてよく見えませんね。この辺りに人はいないようです。誰の気配も感じられません。彼が町から逃げるつもりだったのなら操縦室を目指してるのかもしれない。さすがにタージェントといえど離陸した戦艦を相手取るのは容易にはいかないだろうからな。僕一度入ってから分かります。操縦室はもっと先に進んだところです。そうだな、これ前に来たから。これ前にもやったな、この謎な。多分な、鍵がかかっています。こんなところで。ターセントから逃げるためタッコーさんが牛鍵をかけたのかもしれない。賢い判断だ。ターセントよりも先にタッコーさんを見つけないと。じゃあこの謎はさっさと解きましょう。ダイヤルを回せに。これ前にもやりましたよね。丸印と、ダイヤ印はそれぞれ数字の1と5を表している。扉の鍵はダイヤルの上下左右それぞれの合計を同じ数にすると開くようだ。同じ数にするんですよね。まず合計出そうか。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、20、36ってなると76か。76を4で割ると19ですね。はいはいはい。
これは違うか。これいけたかもね。12、13、14。いけたな。よし。腕の見せ所ですね。まあ、ぶっちゃけこんなところレミがね、蹴破れば。見ててくれましたか？蹴破ればよかったと思いますけどね。正解ダイヤルは上下左右それぞれの合計が19になるように合わせたら扉を開くことができる。教授、鍵が開きました。よくやったね、レミ。タッコーさん追いかけよう。まあ、おそらくこの中にも、あ、いましたね。スバローさん、あれは。なぜお前がここに？ここは通してもらいますよ。ここを通すわけにはいかん。あの研究者を捕まえなければ他のタージェントが来てしまう。他のタージェントが来てしまう。そしたらあなたも嫌なんですか？他のタージェントに来てほしくない理由は何なんですか？あなた、これでも暗い。あれ、まさかあなた逃げようとしてる？ここからこの戦艦をむしろあなたも動かそうとしていたみたいな。ちょうど危ない、クレーンにぶつか、あ、これ前もやったね。あ、スバローさんもなんか独自に動き出してたのかな。なんか結構いけてる。あ、ダメか。よし、私の謎解きを見せよう。さあ、通してもらいますよ。スバローさん、あなたもなんかまだまだ物足りないね。何かやるつもりだったんでしょ。ここまで来たら安全だ。先へ進もう。他のタージェントに来てほしくないってことはあなたもなんか独自に動いてたわけですからね。まさかあのクレーンを突破してくるとは。タッコーさんはこの先ですね。私たちは彼に用があるんです。そこをどかないとひどい目に遭いますよ。本当にひどい目に遭うぞ。どいた方がいいぞ。行かせると思うのか。我々はあの考古学者の確保を命じられている。手柄の邪魔をさせるつもりはない。レミ、君は下がっているんだ。この人は何なんだ。いいえ、相手が何者でも関係ありません。助手として教授は私が守ります。違う、そうじゃないんだレミ。手柄を取りたかったのなら私たちを足止めなどしたりせずにタッコーさんを追えばよかったはず。そうですよね。あなたは最初他のタージェントが来てほしくないみたいな口ぶりだったし、そうしなかったのはあなたの中に迷いがあるからですね。何を甘いこと。その証拠にあなたは銃さえ持っていない。まさか装備を忘れたわけでもないでしょう。スバローさん、素直になりましょう。あなたはこんなことやりたくないんですよね。行こうレミ、タッコーさんはこの先だ。ところであの相棒はどうした？スワロー。あ、いたいた。大丈夫ですかタッコーさん。怪我してるようですけど。タッコーさん、あなたたちがなぜここに。僕は幻を見ているのか。本物ですよ。幻ではありません。しっかりしてくださいタッコさん。あなたはただの脇役では終わらなかったんですね。こんなところにまで出張ってくるなんて。僕はもうダメだ。この戦艦で逃げるつもりだったのに。
喋らないでください。体力を消耗してしまいます。この町から逃げるんだ。アスラントの研究をさせてくれるなんて、そんな言葉に乗せられた僕がバカだった。プロネフはあの軍隊を使って研究者たちさえ支配してしまった。彼が全てを歪めてしまったんだ。タージェントの研究者としてのあり方は、本来タージェントはじゃあ真っ当な研究者たちの集団だったってこと？タッコさん、もう黙ってください。このままではあなたは、聞いてくれ、みんな自由を望んでいる。恐怖に縛られない自由な研究を。なんかタッコさん後ろから撃たれそうじゃない？パーンつってブロネフが現れて、やれやれ喋りすぎなんだよみたいな。タージェントがあるべき姿に戻れば、きっと僕たちの願いは叶うはずなんだ。どうかブロネフを。あタコさん、タコさん死んだ。初めての死者が。急いでボストニアス号に運ぼう。彼の応急処置をしなくては。ええ、そうですね。そんな、大丈夫なのかタコさん。応急処置をすればなんとか。黒服の男たち、アスラントの遺産を手に入れるためとあれば非道な手段さえも厭わないタージェント。かつては研究機関としての活動が主だったが、リーダーであるプロネフの野心が強く働き、より軍事的な力を増していったのだ。プロネフはタージェントという組織を自分の欲望を果たすために利用しているようだ。ああ、まあ力を持ちすぎたってことですよね。他の人たちに迷惑かけてでも自分の欲望を満たす。そうなったらもうやばいよね。レイモンドさん、タッコーさんの具合はどうですか？応急処置は終わりました。安静にしていれば持ち直すでしょう。それはよかった。タッコーさんをお任せしてもいいですか？もちろんでございます。どうぞ皆様は最後のエッグを手に入れてきてくださいませ。教授、さっきタッコーさんが言ってたこと気になりませんか？タージェントのあるべき姿ってどういうものなんでしょう？ああ、まあだから本当は真っ当な研究者たちだったところでしょ？憶測でしかないが、本来は今のような組織ではなかったということかな。始まりは。発言させていただいてもよろしいですか？お、レイモンドさん。おこがましいことを申し上げますが、夢や信念をまっすぐに持ち続けることは一つの狂気でもありましょう。これもしかして、ある面では純真、ある面では狂気、そこには一人の人間の心でありながらいびつな二面性が現れるものです。これもしかしてサーハイマンさんのこと言ってませんか？これサーハイマンさん、デスコール。ましてそのものが巨大な組織の長と長ともなれば、多くの人間を束ねる組織そのものが歪んでしまうのもまた道理にございます。なるほどね。つまりブロネフは純粋であるがゆえに組織のあり方を変えてしまったということでしょうか。ほっほっほ、たかが老人のたわごとでございますよ。心に留めておきます。タージェントが歪んでいるのなら少年を叩き直してやりましょう。そうですね、蹴ってやってください、レミさん。そうだね、彼らの本拠地を探そう。きっとタッコさんが逃げてきた路地の先にあるはずだ。我々は先へ向かいましょう。あ、この人、ムスロッコの人。あなたも早くムスロッコに帰ってさ、孝行してください。 お前らはどうしてこんなところにいるんだ。今頃気づかれましたよ先生。おっそ、探し物をしていましてね。そこを通していただけるとありがたい。そうはさせるか。くらえ。なんだ、キノコでもぶつけてくんのか。現在逃走中。コブン、兄貴、助けてください。兄貴、どうした？コブン、交差点で警察に見つかったんで、次の交差点を直進し、その次の交差点で右斜め後ろに進み、その次の交差点で右に曲がって、その次の交差点を右斜め後ろに進んだ交差点に今隠れているんです。助けに来てください。どこの交差点に行けばいいんだ？
右斜め後ろ好きだな、お前。次の交差点を直進。そうですね。これってどういう意味合いなんだろう。次の交差点を直進。次の交差点を直進だよね。こういうことですよね。こうどっか行って、で次も直進したから次の交差点を直進という言い方なんだよね。じゃあもうこうか、こうしかないってことですよね。あの最初の直進は。まあそれはいいとして、その次の交差点で右斜め後ろに進み、あ、そしたらじゃあ B から出発したのでしかありえないですよね。ここ出発してこう行ってこう行って、でその次の交差点を右に曲がって、でその次の交差点を右斜め後ろに進んだ。ここか。右斜め後ろ好きだな。私の謎解きを見せよう。まだまだ物足りないね。 C の交差点に隠れているぞと思ったら、しまった、警察に尾行されていたみたいだ。バレバレやないか。さあもう気が済みましたか。離れてください。勘弁してくれよ。俺みたいなやつがでかいことやるにはこんな時ぐらいしかチャンスがねえんだ。でかいことがしたいんですか、あなたは。まあでも我々も止まるわけにはいかないのでね。どうするんですか、あなたたちは。結局やっと来たな、シルクハットの紳士。そこを通してくれませんか。私たちはブロネフの元へ行かなくてはなりません。スバローさん、あなたも迷っているんでしょう。それだけは許さねえぞ。ここは絶対通すもんか。えい、俺たち渾身のこの謎でも食らえ。スバローさん何にも言ってないぞ。あー、これ前もやったやつだよね。全部水平に飛び越えると変わるんだよね。よし、私の答えはこれだよ。できました。もっと謎が解きたいものだ。海賊一味もこれで壊滅かな。もう君たちもいい加減諦めなさい。うぐ、まさかこの謎まで解き上がるとは。謎は解きました。通していただけますね。そんなわけないだろ。ここは通すもんかな、スワロー。行くがいい。我々の拠点はこの先のビルだ。俺たちのボスはそこの最上階にいる。ありがとうございます。そうそう、この先のビルが俺たちの本拠地で。ん？ロビン、お前と世界を回ってみて俺はようやく分かったんだ。こんなことがやりたかったんじゃないってな。そっか、ボスのために走り回るのはいい。だが人殺しはまっぴらごめんだ。タッコーさんの件で決別したんですね。俺は今日限りでタージェントを辞める。ここを通れよ、英国紳士。
ちょっと待て、お前ターゼントをやめちまうのか。ああ、世話になったな、ロビン。お前と過ごした時間は楽しかったぜ。バカ野郎、俺たちはコンビだろうが。お前一人辞めさせるなんてそんな水臭い真似ができるか。俺だって一緒に辞めてやる。いいコンビじゃねえか。そうと決まったら小型船で脱出だ。行動が早い。まだ話は終わってない、ロビン。ちょっと待て。最後までこんな調子か。あとは頼んだぞ、英国紳士。あなたが助けようとしていたタッコーさんは私たちの飛行艇にいます。脱出するなら彼を連れて行ってください。それくらい朝飯前だ。もう二度と会うこともあるまい。さらばだ。ターゼントのビルはこの奥だな。お、ロビン&スワロー道中記。そしたらじゃあ今回これ見て終わりにしようかな。まあ確かにあの二人悪者っぽくなかったもんな。待ち受けているのはどんな謎か、運命なのか。ホストのためなら北から南へ、西へ東へ。出世ガイドを目指して世界を股にかけたロビン&スワローの旅が今始まる。すごいな、映画のタイトルみたい。なんか映画の予告。エッグだ、何が何でもエッグを探せ。落ち着けロビン、慎重に本物を見極めろ。こんな感じだったのか、マルチノでは。獣がなんだ、エッグを手に入れて大出世してやるぞ。噂によるとかなり巨大な獣だし、油断せず対策を練るぞ。そんなの待ってられるか、突撃だ。このバカ待て。行動が早いな。それがロビンの良さなのかな。牛腸に卵を産ませりゃ今度こそエッグが手に入れられるぞ。どうも腑に落ちんが、この町にアスラントの痕跡があるのは確かだ。今度こそ異物を手に入れるぞ。ボス、どこかで俺たちの活躍を見てくれてるかな。どうだろうな、俺たちのような下っ端にまで目を配ってくれるとも思えんが。それなら目をかけてもらえるようになるまでエッグを探して回るんだよ。諦めるんじゃねえ。前向きな意見だな、俺も見習うとするか。前向きで行動的なロビンと冷静沈着で、そうですね、落ち着いてるスワローのいいコンビですよね。まだまだエッグだ、あっちか、それともあっちか。これだけエッグが見つからんのに、ロビン、お前はいつも気楽だな。当たり前よ、俺のおふくろがどんなことでも一生懸命やれって言ってたんだ。努力したことは必ず報われる。だから何事にも手を抜くなってな。お前は早とちりしやすいがいいやつだ。俺はお前のように自分の仕事に胸を張ることができそうにない。お前だって一生懸命頑張ってる。俺はよく知ってるぞ、相棒。ふっ、俺は変わったな。いいコンビじゃん。新天地に出発だ。ところでどこに行くんだ。この後こいつらはどうするんでしょうね。でかいことやってみないか、相棒。何をするんだ。行くのさ、スコットランドヤードに。俺たちのような下っ端を甘く見たボスに間違いだったと思い知らせてやる。ああ、スコットランドヤード行くんだ。お、よくわからんが面白そうだな。そんな感じでスコットランドヤードって入れんのか。目指すはロンドンだ。急げ。待てロビン、全くしょうがないやつだ。